こんにちは、タコです。今回は今週末に行われるライジン43で王者クレベル小池に挑戦する鈴木千尋に辛辣な意見をする選手たちの発言をまとめました。では、鈴木千尋本人の発言からどうぞ。KO してチャンピオンになる。展開は一方的に引き込まれるか、一方的に打撃で倒すかのどちらかになる。僕はもちろん打撃の展開に持っていきたい。クレベルの打撃は評価されていないけど、すごく強いと思う。打撃は細身の選手の方が強い。タックルにつなげる打撃と、ダメージを与える打撃の使い分けがうまい。相手を研究したところで、と思うんで、思いっきりバンってぶつかって倒す。ぶっちゃけ寝技は力。どんだけ三角とか腕十字とか来ても、思いっきり持ち上げてバンってやれば外れるじゃないですか。ボブサップも言ってたんですよね。パワーの前では技術は無意味って。みんな固く考えすぎなんですよ。テイクダウンされたらどうするとか言うけど、倒されなければいい話だし、倒されても立ち上がればいい。テクニックで対応してやろうとか余計なことを考えるからやられちゃうんですよ。と、脳筋ぶりを発揮しました。朝倉未来。会見でケラモフ戦が発表された朝倉未来選手は、ケラモフを倒して今年中にクレベルも倒します。クレベルが中堅選手と遊んでるんで、その間に俺はもっと険しい道を行ってやるよ、と鈴木選手を中堅選手と発言し、それに対し鈴木選手は、なんとも思わないですね。じゃあクレベル選手に負けたあなたはどうなのって、中堅なの、それとも上位陣なのって話じゃないですか。僕は格闘技に格上も格下もないと思ってるんです。その日強い人は食らった者勝ちだと思ってるんで、と反論。また朝倉未来選手の YouTube のライジン43勝敗予想では、勝負論があると言われてますけど、結構な差がある。普通にクレベルが一本勝ちすると思います。鈴木選手はすごい勢いがある。ブレイキングダウンみたいな戦い方ができるみたいに、いろんな人は予想してる。爆発力もあるし、打撃力もある。腰も結構重いし。でもね、鈴木選手はそんなにいけないと思う。クレベルと対面してガンガン前に出られないと思う。現に今成選手とやった時、全然前に出られなかったじゃん。クレベルは今成選手よりもさらに下からの決めが多彩。クレベルって第三者目線で見るよりも打撃が強い。俺がやってきた中で打撃の上手さ上位に入るからね。クレベルってこれまでに30何戦して KO 負けは一度もない。99% クレベルが勝つと思う。何かあるのよクレベルって。日々が睨んでくるみたいな。対面したものにしかわからない独特なものがあるんだよ。その辺を鈴木選手は分かってないと思う。遅くても2ラウンドまでに決めるでしょう。 99% クレベルが勝つ、と発言しました。鈴木選手は以前平本選手と戦う前に、終わらせてやるよとツイート。それに朝倉選手が絶対勝てると敵の敵は味方状態でエールを送ったこともありましたが、今はバチバチ状態です。クレベル小池。公開練習で鈴木選手がパワーの前には技術は無意味と発言したことに対し、私はテクニックのエネルギー信じてる。なぜなら力には終わりがある。もし力を使い果たしたらどうなる？もしテクニックがなかったらそこで終わり。テクニックは常に勝つ。テクニックと自信が大事。柔術がそれを教えてくれた。ボブサップは何に勝った？みんなボブサップの何を覚えてる？ボブサップは世界チャンピオンじゃない。力だけ。前ミノタウロが戦った時はミノタウロが彼に一本勝ちしてる。鈴木千尋は朝倉たちと同じで口ばっかり。あなたのチャンスはインターネットで口だけ。リングに上がったら本物は自分だけ。鈴木はフェイク。と、鈴木千尋選手を全否定しつつ、朝倉未来選手や、名前は出していませんでしたが、平本蓮選手まで否定していました。平本蓮、ライジン41でクレベル鈴木戦が発表され、ツイッターで一般ユーザーが、千尋はクレベルに勝ったら発狂しそう。と、リップを平本蓮に送ると、あいつがチャンピオンになって俺がリベンジ&タイトル奪還の方が美味しいかな、と発言。そして、ドロップキックチャンネルのインタビューでは、萩原と鈴木千尋は何が何でもリベンジしてやろうと思っている、と再戦を望んでいました。5月25日、新しいプロフィール画像として、ツイッターのアイコンを真っ黒にしますが、明るさを上げていくと、鈴木千尋選手の顔が浮かんできます。その後、ツイッターのスペースで、視聴者から、クレベル鈴木戦の展開予想を聞かれ、展開予想はわかんないけど、鈴木千尋は勝つとしたら、将棋戦の時みたいにスタートダッシュで行くしかない。あんだけ風圧のあるラッシュにクレベルは対応できないんじゃないかな、と持論を述べました。鈴木選手は公開練習で、芦澤龍生選手や浩二選手など、キックボクサーの MMA 挑戦について問われ、1日10時間ぐらい練習しないと上達しないんじゃないですか？才能とかもありますが、MMA の選手より練習する必要があると思っています。と発言するとネット記事になり、鈴木千尋を一言で表すと部活の嫌味っぽい嫌な先輩、と被せて嫌味を言います。そして、ライジン公式 YouTube チャンネルが100万人突破した記念に、ライジン43を無料公開すると、ライジンが発表。鈴木千尋の人気のおかげで、今大会無料放送なのありがたみすぎ。面積に購入迷ってたけど、鈴木千尋の人気のおかげで、まさか無料放送になるなんて。平本蓮の人気のなさじゃ、ペーパービュー無料にはできなかったもんな。鈴木千尋に平本は一人もファンいないって言われたの悔しいけど、図星かも。無料くん、笑い。かっこ鈴木千尋の超人気のおかげで、ライジン北海道大会のペーパービューが無料になってお金が浮いたから今日はたくさん散財しちゃおうかな。無料だよ？やばくね？俺が無料にしてくださいって社長に言ったら怒られるよ。ライジンが太っ腹なのか鈴木千尋が人気なのかわからないけど。と、マシンガンをぶっ放します。すると一般の方が、これって千尋への嫌味で合ってる？どう考えても褒め口でしょ。ツイッターの人たちってひねくれすぎて辛すぎ。鈴木千尋なんか、勝つ気がしてきた。なんだろう？覇気？の問題？あいつからただならぬ勝利戦のような無敵のオーラを感じる。これがクレイジーダイヤモンド。いや、勝利戦は負けてるんで。
そしてライジン43で梅野源氏選手と戦う鈴木千尋選手の兄、鈴木弘樹選手にまで波及。そういえば次、梅野さんと戦う鈴木千尋の兄貴が虚言癖すぎてやばいんだよね。新宿に俺が一番お世話になってるスポンサーの人が通ってるジムがあって、そこでそいつ働いてたんだけど、俺と K1 甲子園で戦ったことはあるって言われて、勝った方のどちらかが K1 のスター候補になる予定で、自分は負けたんですけど、って言ってたらしくて、俺戦ったことないんだよね。一回戦は K1 王者の朝久くんだったし、ライジンにも出てる龍樹くんとか佐野天馬くんとか、篠原優斗くんとしかやってないし、なんなら YouTube で K1 甲子園の全試合載ってるけど、絶対試合したことないんだよね。それで俺のスポンサーの人にずっと俺と試合したって嘘ついてたから、直接ジムに嘘つくなよって言いに行ったわけよ。そしたら俺を目の前にしても試合しましたよねって言われて、 K1 甲子園で戦った全選手の名前を言って、やってないよって俺が言ったら、いややったはずなんだけどなって言い始めて、じゃあいつどこで試合やりましたって聞いたら、あれいつのどこだったっけなってボケ始めたけど、 K1 甲子園はその当時決勝までは1日で決めてたから、何度も大会なんてないんだよね。初めてあんだけしっかり虚言癖の人間を見た。兄弟揃ってお前らイカれてんな。虚言癖の特徴はナルシストすぎて自慢できるものがないから、平気で嘘や人から聞いた話あたかも自分の自慢話にしちゃうんだよね。鈴木千尋もイカれてるけど、兄貴はもっとイカれてやがると裏側を暴露。ノックアウトってマジヴィランしかいなくね。素で性格悪い奴らの集団って感じ。すると一般の方が、一週間後に同年代の選手が格闘技人生がかかった一番の試合を控えてるんだから、そんな時ぐらい身内のディスやめたら。俺も斉藤選手とやった時、人生かかった一番だったけど、鈴木千尋に死ぬほどバカにされたし、おあいこだよ。浩二や流星くんが人生かけて MMA 挑戦することをバカにするのが鈴木千尋の性格よ。そして6月21日にライジン43の会場付近に熊の目撃情報があり、どうなるライジン北海道大会というニュースが流れると、平本蓮は、熊出現で試合なくなるとかどんだけ持ってないんだ鈴木千尋。無料放送楽しみだったけど、しょうがないか。俺のじいちゃんのいとこが北海道で熊飼ってるんだけど、家から逃げ出しちゃったらしい。熊見かけた人いたら連絡ください。と、ネタツイートすると、ガチアンチにつまらない通報されたら面倒いから先言っときます。どう考えてもフェイクツイートです。と、追消し。そして、笹原さんが、ライジン43は通常通り行うとアナウンス。くー、う、嬉しい。無料放送楽しみだーたーかばー。すると笹原さんが、北海道で待ってます。会場行くかー。明日からの1週間バースデーハワイ旅行楽しみすぎる。いかんのかい。と相変わらず鈴木千尋選手をいじる平本蓮でした。ゴミ高則、現在ゴミ選手のもとで修行中の鈴木千尋選手。師匠のゴミ選手は、みんな1ラウンドで鈴木がいいの当てるって言うけど、それははっきり言う。当たらない。泥試合にするしかない。と断言しました。ちなみに関節を裂けたら叩きつけろと教えたのはこの人です。青木真也、トースポの取材で、俺が思うに一番かわいそうなのはクレベルの置かれてる状況だよ。今のライジンの状況って、フェザー級が盛り上がってるっていうより、選手個人に客がいる状態なんだよね。朝倉しかり、平本しかり。一方でクレベルは個人ではなく、タイトルに一応価値があるから名誉をやらせる、という状況になっていて、そこが悲しいところ。逆に言えばその状況をクレベルがどう変えていけるかが見どころとも言えるよね。鈴木にとってクレベルはめちゃめちゃ相性が悪い相手だ。鈴木はレスリングとテイクダウンディフェンスがちょっとできるストライカーなんだよ。打撃で打ち合いつつ、テイクダウンしてくるやつに相性がいい。だからグラウンド特化型の選手とは相性が良くない。クレベルの場合はそれなりに全部できるから、全般的にそれなりできる上でグラウンドの強力な武器を持っている。だから打撃でしかフィニッシュのない鈴木と全ての局面でとりあえず戦えるクレベルでは厳しいよ。実は今回は鈴木として一番嫌なのは、いきなり引き込まれて首を絞められること。ぶっちゃけこれをされると厳しい。でも最近クレベルが MMA 上手くなってきてるじゃん。だからこそチャンスがあるんだよ。テイクダウンを狙ってきたり打ち合ってくれたら鈴木にチャンスが生まれる。なのでこの試合のポイントはクレベルがどこまで MMA を上手くやろうとするかだ。普通にグラップリングをやられたら鈴木が負けちゃうだろうけど。と、メガネを光らせ、自転車で走り去っていきました。今回の動画いかがでしたか？二人の戦績を簡単にまとめると、クレベル選手は31勝6敗1分け、KO 負けはなし。鈴木千尋選手は10戦3敗1 KO 負け。さらに、クレベル選手の今までの対戦相手は、パトリシオ・ピットブル、マテウス・ガムロット、朝倉ミクル、牛久潤太郎、カイル・アグオン、佐々木ウルカ、八千祐介、前田義郎、堀哲平など、世界や日本のトップどころと戦っていますが、鈴木千尋選手は5連敗中とはいえ、トップどころとはまだ戦っていないので、経験の差をどのようにしてパワーで埋めていくのかが鍵となりますね。とはいえ、鈴木選手の幻想は膨らんでいるので、格闘技ファンからすると、鈴木 VS 朝倉ミクルや鈴木千尋 VS 斉藤豊とか見てみたいですよね。試合が楽しみです。しかも、無料というのがありがたいですね。あと、タコの黒歴史がないときはいつもコメント欄で楽しみにしてるって言ってくださるのですが、今回も大会前ということで慌てて作ったのでお休みします。次回はいつ投稿になるかわかりませんが、妹とタイに行った話でもしようと思います。ではご視聴ありがとうございました。